降伏を受け入れ蜀を滅ぼす。乱世は彼のもと確実に収まりつつあった。そんなある日、司馬相は安楽公に報じられた劉禅のもとを訪れる。彼は劉禅に敵味方を超えた何かを感じていた。流れゆく雲の下で二人は静かに語り合う。こんにちは、司馬相殿。よう、竜皇子。最近はどう過ごしてる？心安く。時折寂しくもなりますが。食が恋しいってわけでもなさそうだがな。そうですね。偉大な先人たち、その志を受け継ぐだけの器を私は生まれ持ってこなかった。それを思い知るたび寂しくなるだけです。そうか。よっちゃ。俺も時々不安になるよ。三国を作り上げた先人の器はあまりに大きい。広く深く、その器の縁はあまりに高い。だが彼らはもういない。その器の中でいつまでも甘えていてはならないんだ。器の深さを知り、その中に満たされた思いを知り、それでもその全てを飲み込んでいかねばならない。強いな、あなたは。私にもその強さがあれば。よしてくれ。そしたら俺はお前を切らなくちゃならない。俺もお前も覚悟を決めたはずだ。お前はそれを貫け。俺は天下を一つにする。